本日9月9日なんですけど、今日からお月見イベントっていうのがね、始まったらしくて、で、イベントキャッチにもね、3体の電波人間来たんですけど、まあ、今回も装備付きらしくて、しかもアンテナがいいんだよね、今回。みんなちょっと回復とか、全体化してくれてるんだよね。まあ、で、装備も持ってるから、ちょっと今回はね、もう全部捕まえちゃおうかなっていう。というわけで、3匹ね、捕まえてきました。まあ、装備見ていくんですけど、こいつらがさ、服と顔は同じ装備なの。で、ここがあれ違うんだけど、その下から。こいつらさ、その、着てるあれが同じシリーズだから、でこの2つをさ、こっちに移植したら、なんかこれ追加効果とかあるんじゃないか。まあ、まずはこっち見ていくんですけど、月面の服、防御30の土プラス1。まあ、使わないかな。で、満月、光属性プラス1、眠りプラス1。まあ、これも使わんかな、普通に。で、すすき、クリティカル耐性プラス2、風耐性プラス2。まあ、これも使わ次はね、ももちなんだけど、ももちね、あれなんだよね、桃色入ってるんだよね。桃色って確かあれやだよね。で、まず、月うさの服。闇プラス2の光プラス2。なんか、微妙だなー。なんかもうちょっと惜しかったなー。これ、普通に入手耐性だったらあれだからね、属性耐性プラス2の異常耐性プラス1のつくから。もうちょっと惜しかったなー、性能、星4装備だし。で、次、月うさぎの耳、ブラインドプラス2の、光プラス2。まあ、まあまあだな。で、腕装備、月うさみとも、明石プラス 5%、特技 1.5、あ、悪くないね。もう、こいつは悪くねえわ。明石 5% ついて、特技も 0.15 倍だからね。で、次、月うさパンツ、光属性プラス1の、光攻撃は、あ、これいいな。光攻撃つくのめちゃくちゃいいな。最後ね、月のちゃんなんですけど、月のちゃんもね、服と、まあ頭はね、同じなんですけど、こっからが違くて、月うさボレロ。回避 6% のブラインドプラス1。正直微妙だな。で、最後、月うさシューズ。明石 5% の素早さ20。まあ、悪くはないんじゃないか。明石 5% ついて素早さも20上がるっていう。で、ちょっとこっから気になるんだよ。これをさ、こっちに移植した時に、なんか追加効果あるのかなっていう。はい、こちら月うさ装備なんですけど、まあ、セット効果がね、あるかって言われると、ありました。何かっていうと、光属性プラス1。せーの、微妙俺一つ気づいちゃったんだけどさ、前回さ、明石のコンペイベントで、満月装備がそういえば配られたんだよ、半分。で、今回手に入れた満月装備と組み合わせると、なんと、セット効果ありました。何かっていうと反射1チャンスね。で、今回ね、イベントも来てるんですけど、これ。まあ、これもあれなんだよね、トレジャーの時と一緒で、1日3回しか挑戦できないっていう。森のキノコは誰のもの？森のキノコが全て消えてしまった。消えたキノコの行方を。あのさ、ブーストゲットやりたい。いや、タイミング最悪だよね。あれと被っちゃうの。ちょっと周り見てこっか。なんか隠したからばどこどこか、ねえかな。な、もうねっすな。で、こっちになんか地底人いたんだけど。俺が匂いに敏感なのは知ってるよな。だから今年もキノコを見つけられるさ。森に行くのはちょっと怖いけど、しばらくキノコを探してみるよ。そんなに言うなら止めやしないけどさ。いくら人見に見るとかがあって、無茶はしないでおくれよ。すいません、僕もキノコ取りしていいっすか？ちょっと聞いてくれよ。村のみんなが楽しみにしたキノコ狩りが今年は台無しなんだよ。なんせ森のキノコが一つ残らず消えちゃったからね。でも森でキノコを見たっていう噂もあって、村の男とかって探してるんだけど見つからないの。迷惑じゃなかったら、この先の森でキノコいいですよ。もしキノコを見つけてくれたらお礼させてもらうけどさ、どうだ力を貸してくれ。まあ、多分前回のトレジャー装備と、まあ、ほぼ一緒なんだろうな、これは。うわ、待って、この先多分ボスだろう。うわ、ボスだ。うわ、これ俺名前当ててあげる。王様マタンゴ。キングマタンゴ、うわ、惜しい。いや、冠つけてるから王様マタンゴだと思うじゃん。弱いな。うわ、今回あれなんだね。装備落とすみたいな。前回みたいに、初戦は確定で装備落とすみたいな。そういうのないんだね。あ、で、ボス倒したらもう戻れなくて。あーもう帰るみたいな感じ、あーなるほどね。ここで多分キノコ回収して、帰るみたいな感じなんだ。わ、これであれか、多分村人が、なんか装備か、家具どっちかくれるみたいな、多分そういう感じなんだろうな、これで。すいません、なんかください。おやまあ、本当にキノコを見つけてくれたんだね。おばあちゃん、あんたを信じた。もう嬉しくて泣きそうだよ。みんな呼んでくるから、ちょっと待ってておくれよ。お。持ちうさぎの耳。あ、これ装備だね。あ、やっぱあれなんだ。多分初回はこれ確定で装備もらえるっぽいわ。持ちうさぎの耳、突然死耐性プラス1の闇耐性プラス2。まあ正直ね、微妙だな。見た目はいいんだけど。なんか装備落ちたんだけど。ホックの花だって。しかもこいつあれだぞ。
レア度3なんだけど。今リーフホックの色違いみたいなスタートしたんだけど。そしたら落としたわ。加速ありの土耐性。あ、加速持ってんのいいな。顔で加速ってなかなかないよね。じゃあボスやってこうか。これボスね、見た感じね。これ合計4体いるわ、このマップ。ん？何の用だ？弱そうなチーム名、この俺に文句でもあるのか。今回ね、あのね、めちゃくちゃ良くて、ザコがね、めっちゃ証落としやすいんだよね。俺もう多分ザコの証ね、コンプしたんだよね。マジで今回ね、マジ落としやすくて本当にいいわ、証。落とせよ。よーしよ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 し。偉いわ、マジで。まあ、あとね、俺ボス2体、証手に入れれば多分ここコンプリートなんだけど。いや、1日で証コンプできない。ちょっと、なんか落とし穴ある。なんでこれ？え？何これ？なんかお宝とか。あ、宝箱がある。なんだ、100ゴールドかよ。で、ここになんか回復用のあるんだけど。なんかこれあんのかな？隠しマップ的な。いや、別に隠し通路みたいなところはどこにも、はないんだけど。一回これ穴入ってみるか。穴入ったら、あ！戻ってきたんだけど、最初のところに。あ、ちょっと待って、噛みすぎないそれ。あ、これワンチャンあれなんだけど。1日で終わるわ。これまだボスにあと1回ここで挑戦できるから。で、ここプラス、あともう1回やって。これはコンプリートあるわ。で、宝箱がここにあって。700ゴールドか、もう。で、ここにもボスがいて。いやー、証落としてくれ、お前マジ頼むから。証落とせ、証落とせ、頼む。証落としてくれ。ほんとに頼む。うわふざけんなよ、お前マジふざけんなよ。いや、でもまだワンチャンある、まだワンチャンある。さっきみたいに、うわ、落とし穴はなんもない。これ戻っちゃうのかな。あ、なんか戻されたんだけど。え、戻されたんだけど。いや、普通にありがてえよ。ま、これで、あと1体俺まだボスいるから、このマップ。そのボスやって、あ、そういえばあったんだよね、なんか。その強制帰還するための。あ、お前じゃねえ、お前じゃねえ。じゃあ、もう、いいってもう、マジで。お前の証持ってんだよ。俺一つ分かったことがあるんだけど、多分だけどさ、ここのボスだけだよね。強制的にその、帰らせてくるのって。無事でよかったわ、またキノコを見つけてくれたん。多分、他のボスはね、今んとこあれだったから、やっぱりあんたは頼りになるね。おい、なんか、来るよ、装備。持ちうさミトン。これ腕装備だな。持ちうさミトン、証 5% の必中あり。まあまあだな。まあ、悪くはないな。はい。というわけで、まあこれがね、ラストなんですけど。お、ガーベラの種。いらねえ。あとね、証がね、2体ね、コンプリートなわけ。で、まずね、こいつなんだけど。こいつとあと、ゾンビコンドル。いや、証 213% だからね。まあさすがにね、多分落ちてくれるとは思うんだけど。よし！じゃあもうあとはね、ゾンビコンドルやって終わりだね。え？は？え？え、ちょっと待って。え？なんかさ、場所入れ替わってね。あれ？え、ちょっと待って、ちょっと待って。え？さっきここさ、ゾンビコンドルいた場所なんだけど、なんでお前がいんの？は？これどうなんだろう？これ強制送還なのかな？これ下っ側に、うーわ、マジかうわ、これ運なんだうわ、マジで言ってんの持ち草の服を手に入れた。いやーもう、いやー、かしあとあいつだけなんだが、もう、お、レア度4だね。いいっすね。うわー、もう、最悪だ。もう、マジで最悪なんだけど。持ち草の服、誘惑 3% 闇プラス2。ちょっと控えめだな。誘惑 3% 少ないな。誘惑 10% ぐらいの服あるからね、このゲーム。まあ、正直、これ微妙だな。はい、というわけで。もう僕はもう、このイベントやることありません。あ、最後にショップ見るか。まあ、今回もね、イベントショップ来てますんで。で、今回は、あ、今回あれなんだね。ジュエルで買えるやつは、特にないんだ。はい、というわけで、まあ今回のね、これショップなんですけど。はい。